はい、そうしましたらですね、前回、こちらの、12番の取で各種、OVM の取り付けが終わりましたので、今回は13番を、行いたいと思います。ほとんど12番とやることは一緒なんでね、特に難しいことはないかと思いますけれども、そうしましたらね、こちらの、構成するパーツをまずは切り出していきたいと思います。はい、それではね、構成パーツを、切り出していきたいと思います。まずは前フロント側からですね、H の34、 H の27、 H の7、そして、E の26ですね。はい、そしたらこれは、同じようにちょっとゲート処理を行っていきたいと思います。ここは本当ね、前回の、焼き直しみたいな感じでの内容になりますのでね、そんなに真新しいこともなければ、面白みもないかなと思いますけれども、とりあえずまずは今説明書通りね、つけたいと思いますけれども、あとでちょっとね、説明書外のことも行いますので、それはちょっとね、おまけ編としてお送りしたいと思います。じゃあちょっとね、作業を進めていきます。まずはね、前回と同じようにヘッドライトをピットマルチで仮に止めておきたいと思います。でこれは前回と同じように少し貼り付ける予定の位置に、ピットマルチを切ってちょっと置いてみましょうかね。はい、その間に、その他のパーツを取り付けていきたいと思います。まず最初に、シャフルが来るようですが、全く下穴が開いてたりっていうことがないのでね、今から穴を開けるのは大変ですので、このダボを切っちゃって、で接着剤で直接止めたいと思います。はい、そうしましたら、そうですね、この位置ですね、ちょっと拡大したのが分かるかな、よいしょ、よいしょ、見えないかな、よいしょ、ちょうどここにね、
ダボ穴が開いてますけれども、このまあアックスをまあこう見た時にですね、ここのダボがちょうどまあここにはまる感じですね。そうするとこの前手のダボを受ける穴がありませんので、今からまあ穴を開けるのは大変なんでね、このダボは切り飛ばします。そしてまあこう置いて位置を確認して、こうまあ流し込み接着剤をこう脇に流してそれらしく固定するという感じが、まあ、やり方としては手っ取り早いかと思いますのでね。はい、おおよそこんな感じになればいいかなと思います。であとはね、ここに、ジャッキが来ますけれども、はい、次にですね、この車載ジャッキですね、車載ジャッキが、ちょうどこのクランク棒の後ろにこう来る感じになるかと思います。なのでここに、そうしましたら、エッチングパーツのですね、5と6、まあここはやっぱりね、エッチングパーツになるんで瞬間接着剤で止めたいと思います。よいしょ、とりあえずここに固定したいと思います。よいしょ、はい、そうしましたらこれで一応13番の、工程で取り付けるものは全て取り付いた感じになるかと思いますのでね。はい、じゃあ、まあ、一応前回とね、その内容変わらなくて申し訳ないですけれども、今日のところは、ここまでとさせていただきます。お疲れ様でした。はい、そしたら、はい、先ほどの中でね、ちょっと唯一つけてなかった D パーツ、こちらの D の61ですね、アンテナのパーツになります。まずちょっとね、これ切り出してなかったんで切り出したいと思います。はい、そうしましたら、まあこれをね、こうまあつける形になりますけれども、その前にですね、こちらです、E の29ですね、これがアンテナの受けになりますので、まずこれをちょっと切り出したいと思います。でこれが、こここうつくのか、違うな、こうだったかな、違う、こうか、こうつくのかな、ちょっと今か位置を確認してますけれども、このつかこの辺りですね、ちょうどこの曲がったところの後端はこの角に近い位置に止まってますので、イメージ的にはこの辺りでいいかな、ここらですね、アンテナの、収納カバーを取り付けちゃいます。あとアンテナですけれども、アンテナがちょうどこう、まあ、閉まった感じでここに来ますので、これもね、ここの側面に穴が開いてるわけじゃありませんので、この基部をプチッと
カットして少し慣らして、でこのままケースにしまいのしまいがてら向きを合わせて止めちゃうというちょっと荒技ですけれどもね、こんな感じに止めれれば、いいかなと思います。はい。